もです。本日はメイクアップアーティストの川北祐介さんがプロデュースされている&B のコスメをね全て購入したので&B 縛りで大人の色気のあるメイクにね仕上げてみました。新しく発売されたばかりのコスメアイテムたちもね早速のレビューをしながらメイクをしているのでそちらの方もねぜひ注目して見てみてくださいというわけで早速ベースメイクの方から始めていきましょう。どうぞ。まずはじめに&B のリップジェルをのせていきたいと思います。これね唇にツヤと張りを与えてくれる保湿リップジェルなんですが私はねこの口紅の下地としてもね使っていこうかなと思うのでまずは唇をこれで保湿していきたいと思います。少し重ためのリップジェルなので唇のねこう縦シワとかもしっかり消してくれてプルンとした唇に仕上げてくれます。まず日焼け止めからのせていきたいと思います。私は UV ミルクのスタンダードをね買ってみました。これ紫外線と乾燥からお肌を守ってくれるノンケミカル処方で石鹸オフ可能なタイプの日焼け止めですね。 SPF50 PA が4プラス入ってます。この&B の日焼け止めはかなり人気ですごくいつもこう品切れしてるイメージがあると思うんですけど、ね、新しくね限定で色がねついてるタイプのものも出たんですけど私は日焼け止めは単体で使いたかったので私はねこのスタンダードタイプのものをね買いました。でもねこれねトーンアップしてくれるのでお肌のくすみとかもちょっとこう飛ばしてくれるような感じなので一旦ちょっと半顔をのせてみますね。塗ってみるとね分かると思うんですけど塗った方はね結構ね顔がねトーンアップしてるの分かるかなと思います。結構ねしっとりとした日焼け止めなので夏場でも乾燥がね気になるっていう人はねこれすごくねおすすめですね。めちゃくちゃ軽いから体とかでもね使ってもいいと思います。サイズね小さいサイズを買ったんですけど体用でねちょっとポンプ式の大きいボトルサイズも売ってあるので、体用として使いたい人は大きいサイズ買った方がいいかもしれないですね。で私はね首にも乗せていきます。これ本当に日焼け止め乗せてる感じもないししっとりとしたお肌に仕上げてくれますね。続いてめちゃくちゃ気になってたアイテムファンシーラーですね。こちらファンデーション兼コンシーラーとしても使えるタイプのもので SPF20PA が2プラス入っています。こちらはファンデの伸びの良さとコンシーラーのカバー力を兼ね備えた2色のパレットでクマやシミ、ニキビ跡をねしっかりとカバーしてくれてツヤ肌に仕上げてくれるみたいです。そして嬉しいのが石鹸とお湯でオフ可能だそうです。でまずはねクマの部分にオレンジのコンシーラーを使っていきます。クマがね気になるところにオレンジのコンシーラーをのせていきます。こういうね茶グマさんとかはオレンジのコンシーラーがねすごくねしっかり消してくれるので私の悩みにはねすごくぴったりなコンシーラーですね。これ&B のスポンジに似てるんですけど私がもともと持ってるスポンジなので違うんですがこれを使ってこんな感じで隠していきます。結構ね伸びもねすごくいいですしムラになったりもしないですね。ただねこの色の展開がこれだけしかないのでもしかしたら肌に合わないっていう人もいらっしゃるかもしれないですね。オレンジのコンシーラーでねだいぶちょっとこうクマのくすみとかがね消えてきました。続いてこれはねファンデーション代わりとして私は今回使っていきたいと思います。ちょっとね今オレンジの部分がねちょっとこう浮いちゃっている状態なので色ムラをねカバーするためにもう一度ここにのせます。そしてまぶたのくすみもねこれで隠していきます。そしてベージュでねほうれい線もカバーしていきます。であとは立体感を見せていきたいのでベージュカラーをまたここにもね T ゾーンにものせていくそうです。そしてねまたスポンジを使って伸ばしていきます。今回ねこれがファンデーションの代わりになってくるのでまあそれぞれカバーしたいところにねのせていってあげるといいと思います。スポンジでしっかりと叩き込んで伸ばしていってあげるとかなりね肌なじみもいいように感じました。これもねすごくねしっとりするタイプのものなのでツヤ肌と相性がいいかなと感じました。続いてこちらねウェブ先行で新作アイテムでございます。 &B のコントーペンですね。こちら顔に立体感と奥行きを与えてくれるシェーディングペンになってます。これねすごくね細かいところも描けるクレヨンタイプになってます。じゃあ私の顔の形はね卵型なので顔のこの折れ線に沿ってシェーディングをやっていきます。この入れ方は川北さんのメイクテクニックで説明をされていたので真似っこします。そして面白いのかな首のこの部分ですね、ここにシェーディングを
入れちゃいます。そして二重箱はね、気になったりすると思うんですけど、ここにねさらに2本線を引いちゃいます。こんな感じで入れてあげたら、スポンジでこう外側に向けて伸ばしていきます。うん、これね、これすごい手軽にささっとシェーディングできちゃうので便利ですね。ここにさ、シェーディング入れるとさ、めっちゃなんだろう、しっかりシュッて線が入ったように見える。鼻の付け根の部分と鼻先にちょんちょんとやるような感じ、こんな感じでシェーディング入れます。私は指を使って伸ばしていきます。すごくね、違和感なくナチュラルにシェーディングできたかなと思います。続いて&Bのプレストクリアパウダーも買ってみました。こちら SPF27 PA が2プラス入っています。こちらのパウダーは素肌の質感を生かしたハーフマットに仕上がる透明パウダーです。そしてね、これ付属のパフもついているんですけど、私今回パフを使ってフェイスパウダーのせていきたいと思います。私はまずテカリがね気になるところにパウダーをのせていきたいと思います。特に私はもう最近夏になるとT ゾーンと顎周りのテカリが本当にすごいので、ここはしっかりとパウダーをのせていってあげたいと思います。で、私ね、顔周りもちょっと髪の毛がついたりするのが嫌なので、軽くここもねのせて、顔のこの中心部分だけはね、パウダーはのせないで おきます。パウダーをね実際にお肌にのせてみると、すごくね程よくサラッとした感じに仕上がるので、これね化粧直しの時とかもねすごく使えるパウダーなんじゃないかなと思います。そして次にグローハイライターも使っていきたいと思います。こちらシアーなツヤで満たしたお肌の質感を高めてくれるハイライターで、お肌に透明感と立体感を与えてくれます。そしてこれ乾燥のダメージを防いでくれる保湿成分も入っているので、メイクしながら美肌へ導いてくれるそうです。こちらも石鹸とお湯でオフ可能です。今回ハイライト、私はねスポンジを使ってのせていきたいと思います。そしてね、透明感を出したい目の下のこの三角ゾーンですね、ここにハイライトをのせていきます。この目の下のところにのせると、すごい潤いのベールを張ったような感じのお肌に仕上げてくれます。すごくねヘルシーな感じのツヤ肌に仕上げてくれるので、全然浮いたりしないです。このハイライトをね手でのせるよりスポンジでのせた方がねすごく綺麗にねのるかなと思いました。テカリが出やすいところはしっかりとパウダーで抑えつつ、ハイライトでねツヤ肌に仕上げるって感じで、これでベースメイクは完成です。続いてね、アイブロウに入ります。こちらのリキッドアイブロウで、私はナチュラルブラウンカラーをね買いました。こちら眉の下地や眉尻を描く平筆タイプのリキッドアイブロウと、ふんわりと仕上げてくれるワックスパウダーがねセットになった2-in-1のアイブロウです。すごくね自然な立体感のある眉がね長続きするということなので、まずはねリキッドを使って眉尻を描いていきたいと思います。一番は眉尻がね消えやすい部分かなと思うので、ここをしっかりとリキッドで描いちゃいます。私ね普段ねリキッド全く使わないので、毛が薄いのでしっかり描かないと眉毛の存在感が出ないので、ちょっとリキッド難しそうなイメージはあるんですが、人でまずちょっと全体を眉の毛をこうなんていうんですかね、一本一本描くような感じで描き足していってあげた方がより自然かなとは思います。反対側のパウダーチップを使って、私は眉頭から眉中心までこのパウダーをポンポンポンとちょっとずつですけどのせていってあげます。ちょっと眉毛の毛量がね少ない人とかだとコツはいるのかなといった感じですかね。多分ねこれもね描いていくうちに慣れていくとは思うんですけど、でも夏はねリキッドタイプとかの方がほんと寄りにくいし落ちにくいと思うので、そういう意味では夏はかなり使えますよね、こういうリキッドタイプの方が。でも個人的にやっぱ眉毛の毛量が多い人向けかなといった感じかな。はい、というわけでリキッドとパウダーチップだけを使って眉毛を描いてみました。続いてアイブロウマスカラの色はモーブブラウンを買ってみました。こちら瞬時にカラーリングできる密着度の高い眉マスカラで、速乾性と頑固な毛流れもねしっかりとキープしてくれるタイプのアイブロウマスカラだそうです。眉マスカラのねこのモーブブラウンっていうカラーがね普段あんまりこう見かけないような、ちょっとくすんだピンクブラウン寄りの
カラーだったので、すごいこれ使いやすそうな色味だなと思って、私はこれを選びました。このねブラシがね、こう皮膚につかないような感じでふわっとのせられるので、これ実際に使ってみるとね、すごくね使いやすく感じました。はい、というわけでこれで眉毛は完成です。いかがでしょうか。続いてアイメイクに行きたいと思います。こちらもねウェブ先行で新作のアイシャドウで、アンドビーのクリームアイシャドウの色はブロンズオレンジとニュートラルブラウンの2色を私は買ってみました。本当は3色展開で赤みのあるカラーもあったんですが、私は2色、買いました。こちら単色シャドウとしてもアイシャドウベースとしても 2way でね使うことができて、これねすごくね細かいパールもねたくさん入っていて、色味もねとっても綺麗でした。そしてねこれねメイクしながら目元もケアしてくれて、保湿成分とかもねたくさん入っているので、目元がね乾燥しがちな人とかもねすごくねいいかなと思いますね。まず私はこのブロンズオレンジカラーの方を使っていきたいと思います。これはねクリームアイシャドウなので、指を使ってこんな感じで取ってアイホール全体にのせていきたいと思います。すっごく細かいパールが入っているので、なんかまぶたがこう濡れたような感じに仕上がる、しっとりとした感じですね。このアイシャドウね本当にツヤ肌と相性がいいので、こうデートメイクとか色気のあるメイクしたいなって時ね、めっちゃおすすめ。これ本当に買ってよかった。そして私はね下まぶた全体にもこのオレンジカラーをねのせていきたいと思います。ブロンズオレンジをまぶた全体にのせてみるとこんな感じの仕上がりです。続いてニュートラルブラウンカラーをねさらに重ねてのせていきたいと思います。このねブラウンカラーをまぶた半分にさらにちょっとこう重ねて、グラデーションになるような感じで指でポンポンポンとのせていきます。ただちょっと時間が経つと、私はねこのまぶたのところのシワの部分に溜まっちゃう感じがね、1日実際にメイクしてみたらねありましたね。続いてこちらのアイテムも新作で出たばかりのものですね。ペンシルアイライナーで、私はねカーキを選んでみました。ちなみにこのカーキカラーは数量限定で、ゴールドパールがね入ってる結構ね深みのあるカーキです。私はねこのカーキカラーを目尻側にちょんちょんとのせていきたいと思います。カーキとは言ってもそこまでパキッとしたこう緑とかではないので、少しこう目元に抜け感をね出してくれるような感じなので、普段使いねすごくしやすいと思います。続いてねマスカラもね&Bのやつをね買ってみました。色はねブラウンで、こちらロング&セパレートタイプのマスカラで、ダマになりにくい独自のフィルム処方で、地まつげがそのまま伸びたかのような自然な仕上がりのマスカラだそうです。はい、というわけで&Bのコスメを使ったアイメイクはねこんな感じに仕上がりました。すごくねツヤ感のある色っぽい感じに仕上がりました。今回はねチークは塗らずにこれで最後ですね。&Bのクレヨンリップで、色はナッツブラウンを買ってみました。こちらねすごく人気のアイテムかなと思うんですけども、上品な光沢と美発色のクレヨンタイプのルージュで、すごくねとろけるように滑らかなテクスチャーなので、唇にすごくフィットして、色っぽいねリップを瞬時に叶えてくれて、タール系の色素もね、入っていないそうです。このナッツブラウンがねほんのりちょっとこうオレンジカラーも入っていて、大人のブラウンリップかなと思って、個人的にこの色がねものすごくお気に入りです。すごくねシックな感じにも仕上げてくれるし、これねクレヨンリップなので、細かいところも唇の輪郭もしっかり縁取れるので、すごくね塗りやすいです。はい、というわけでねメイクが仕上がりました。いかがでしょうか。今回はね実際にメイクアップアーティストさんの川北さんのメイクテクもこう真似しながらメイクをしてみたんですが、すごくね色気のある大人っぽいねメイクに仕上がったんじゃないかなと思います。だったらねすごくお仕事メイクとかでもねすごく色気のある感じになるんじゃないかなと思いますので、まあ、少しでもね参考になれば嬉しいです。この動画がいいと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。そして私は Twitter と Instagram もやっていますので、よかったらぜひチェックしてみてください。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。